diamonds on the keys blue. Yeah, yeah, yeah. Ooh, put it on me. She my little punch, you're shoddy.はいどうも、こんにちは。島津アウトドア家族です。今回は、まあ、アウトドアで使えるテーブルのご紹介をしたいと思ってます。はい、お願いします。はい、で今回、ご紹介する商品がこちらです。キングキャンプさんの、まあ、テーブルになるんですけど、こちらをちょっとご提供いただきまして、ご紹介します。はい、ちょっとさっき僕広げてみたんですけど、おっていうところが結構あったんで、結構いいと思う。見た感じ結構大きいな。でこれが一応8キロで、一回持ってみて。そんな持ち方せんの。ああこう持ったら、うん、まあ結構いつもの僕らの使ってるこの、これね、キャンパーズコレクションのこれと、よく、ホームセンターであるこちらね、これが120×60cmなんですけど、これが 120×80cm で 50cm から 70cm まで高さを調節できるっていうやつになってます。はい、一回開けてみて。はい、でまあキャンプとかでなギアとか揃えていったら、この裸のこれってなんかちょっとな、浮くねんな。みんなこういうのに入ってるからさ、袋よし。まあ、ただお値段がちょっと普通のあれにしたら高級な部類になるかな。3万円ぐらいやったと思います。うん、ちょっとまた概要欄にそれは貼っておきます。でもうこの感じ、これ伝わりますかね、この、うん、普通のテーブルみたい、家のテーブルみたい、むちゃむちゃ高級な感じが出てます。まあ、それは値段相応のっていう感じやね。開けてみて。ちなみにママは今初めて触ってます。なんとなく手入れは一緒や。うん、で開けました。はい、これで足か。うん、おお。でこの足もおしゃれで、このここで穴でロックにかかるっていう形になってます。あとはもうひっくり返すだけで、高さはそれ一応こっちで説明しとこうか。はい、こっちここでやるわ。このロックをひねるともう高さは自由自在。おだ、この下のやつはこの穴があるところでしか調節ができへんから、何センチ何ミリ単位っていうのができへんな。これもちょっと後で紹介したいんやけど、マックス半分いい、ね、50から70っていう感じだと思う。でカチャッと最後まで、OK、でひっくり返せるかな。OK、ひっくり返したらこんな感じです。高級感ある。高級やけどあるよね。うん、これの、まあ、サラサラなんやけど、これがガラス繊維ライトテックってやつらしくて、中にガラスが入ってて、うん、その外側が熱硬化性樹脂。あ、じゃあ暖かいのも OK。 そう、厚さも OK。 あのキッチンでよくあるやん、なんかキッチンの感覚に似てるね。高級な、うん、すごい。わかるかな、これおしゃれ。模様的なあれなんやけど、ツラでこんな感じ。ほんで今までやったらこの幅が広角で撮ってるからちょっとあれなんやけど、そう、そこが今まで60センチやって、こっちやったら長方形、そう80センチになってるっていう、よくあるテーブルの。それだけで全然違う感じがする。まあでもこっちやったら物とか置いたり、あのタフ丸とか置いたりしたら、だからもう一個サブで出すみたいな感じやったけど、この横幅があればある程度のこれ1台でいけるっていう。ここはアルミになってるかな。でこれちょっとさっき思いついたのが、よく川とか行くんですけど、川とかもアウトドアやったら平面ってあんまりない、うんうんうん、ここでもちょっと下がってるんだけど、ちょっと下がっちゃうな。例えばちょっとこれは大げさですけど、足りひんわとかなって川とかでさ、よく石かまして安定せえへん、うんうん、でこういうとこでも自由自在やからさ、うんうん、もうここで止めちゃえば、おお、まっすぐあれがいける。でこの海舵が80キロあるから、うんうん、
だから今僕が70ちょっとなんですけど、正味僕が乗ってもいける。へー、すごい。こんなフレームで。そうやな。こっちが全部で40なんで、あ、40、うんうんうん、だからそれの倍はあるから。すごいな。子供とかが空が中心もんな。寝ることもできる、うんうん、子供って、うん、ちょっとでも乗るの怖いからやめとく、うんうん、一応80キロまで行く、はい、あと保証が1年、うん、なんでまあ何かあった時も安心という、うんうん、俺普通に家の机としてもちょっといいかも。いやな、使える。そうだよね、こうおしゃれなの、うんうん、これからね、うん、でパッとしまえるしっていう感じ、はい、で次は閉まっていくか、はい、ちょっとやってみよう。僕はこれを閉まっていきたいと思います。はい、お願いします。多分これからめっちゃ使うんで、うん、めっちゃ出てくると思う、はい、それだけとりあえずあれ反対にこのロックはここにあるんで、これを引っ張れば、じゃあマスク引っ張ってですか。足はここに最初入れた上に引っ張るのね。畳んで足をくり360度的な、すごい、やった。だからちょっと斜めのとかでもここやね、ここがこう移動してくれるから使えるよな、うん。パチャンと行ったら、ここ引いたらここやね。これで終わりや。30秒もあればいけんな。だから男目線で言うと8キロなんで、そんなそういうこっちに比べたらちょっと重いけど、キャンプ中の持ち物でいったら軽い方になる、うん、大きさもそれとさほど変わらない、うん、車に下がってます。家でも使えて、アウトドアでも使えて、うん、ね、ね、置いててもおしゃれ。おしゃれや、うん、全然違う、うん、これも好きやったけど、はい、こっちに移ります。こう、まあ、いろいろ使って、うん、とりあえず、まあ、メインがこれになるので、はい、使っていきます。はい、で、袋もこんな感じであるんで、袋付きほんまいい。で、しっかりこのあれも強いし、火も強いかな。一応まあ簡単やけど、あれは使い切るんです。ただこの片付けるときに、やっぱりアスファルトとかやったら、このどうしても面に来る部分が当たっちゃうから、うんうんうん、なんかタオルとか机の上とかな、机の上とかでやった方がいいと思います。はい、直すときはこうやった方が楽、うん、逆にして袋をかぶせる、テント直すみたいな感じやな。この逆にするっていうのをキャンプして初めて知ったから、うんうんうん、わざわざ持ち上げてな、うん、重たかったけど、そうやったら息子でもできんじゃん。いやまだ無理やろ。まだ重いです。こんな感じです。はい、今日はちょっと中庭でバーベキューやろうと思う。ないんですけどね、中庭。こんな感じです。はい、キャンプです。で、キングキャンプさんからもうご自由に撮ってくださいということで、思うとこあったら行っていこう思ったんやけど、いいとこしかなかった。いやといえば、あの机のちょっと傷がつきやすそうかなぐらいかな。まあ傷ついても最悪黒に塗ったら、まあ、あれ傷ついて銀が出てくるのか、まあ何か変わるけどな、中が黒やったりしたら。それぐらいでしたね。まあでも値段も値段なんで、やっぱりそれはいい商品ですね、うん、値段以上。それあの2掘りや2掘りまあそんな感じで、概要欄に詳細に載せておくんで、ぜひチェックしてみてください。今回は、キングキャンプさんのご紹介でした、最後までご視聴ありがとうございました。また、アウトドアでこれこのギアたちを使っていくんで、ぜひよろしくお願いします。